はい、順次です。ではアイワナスイーザームーン続きをやっていきましょう。このデスタワーの続きから再開ちょ待って、いきなし罠、デスタワーの続きから再開していこうかな。結構罠多いですねここ。そしたらここで一旦やり過ごして、まあ、一気に行っちゃえるかもしれませんが、上の方までね、近いようで遠いという恐ろしきマップ。これちょっと判定もまた来る。うわ、丸ごと動いちゃう、丸ごと動いちゃう。まあいいんだが、だがよ、そしたらちょ待ってね、こうしてここさ、もう大丈夫、これ先に全然進ませてくれませんね。恐ろしきはデスタワー。よいしょ。これはあれ、さっきと違くない、これさっきと違うよね。待って、どうするこれ、上に上がってくる。うわ、どうなってんの。もう罠に何パターンかルートがあるってこと。そんなルートいらないぜ、ちょっとマルチエンディング的な。これだったら危な、もう大丈夫。あ、そういうことか。じゃあさっきのあの1本だけ上に行ったのは、あれはちょっとしたまあバグチックな感じなんでしょうかね。これさ、大丈夫、なんもないのかな。ならば行くのみ。おっ、危な、反応できた、ナイス。でここはワンチャンプ。なんかある、これ大丈夫、行くよ。あ、待って、嘘でしょ、普通に。そこ結構難しいな、序盤のあの三角地帯がやらしいのよ。よし、でワンチャンプと。大丈夫でしょう、ボンミスかましちゃったけど今度は成功するよ。いや、あれ、チョコレートバーみたいに軽く体が触れていれば、持ってジャンプできるかなと思ったけどできなかったな。そしたら、でもそれしか術ないよね。よし、あ、行きた行きた。ちょっと体のねじ込みが足りなかったんでしょうか。これ何、真ん中で行こうか。なんだこれ、なんもないの。あ、これあれか、チョコレートバーにせり上がっちゃうとダメよっていう、そういう感じの、あの、なんていうかトラップではないですけども、あの仕掛けでしょうかね。よっ、仕掛けというかタンタン。おお、うわ、これ罠あるよね。なんか起きそうだな、これよこれ、こいつらよ。待って、まあでもここまで来たらみんな警戒してると思うんで裏をかかれそうだから、素直にジャンプしていけばいいね。ある意味うっそ、罠をね見抜けたと思ったらやっぱり敗北を期してしまった、そんな私でした。だが次はいかないよ、タンタン。そうはいかない、一回飛んでこれを、よし、大丈夫、大丈夫ね、何もないね、本当だね、大丈夫大丈夫、 OK。 おーし、セーブきた、長かった。さてお次は、これもちょっと色が違うブロックありますけど、あんまり気にしなくていいか。あーと、普通にデスってしまったか、あんま警戒しなくて良さそう、もしかしてこれ、あ、普通のこうハリゲーチックな感じかな。なんか配置も若干難しめですから、であれば、で右上からこれ出るんですよね。よし、でスイッチを、待って待って、なんかこの上の針は怪しいけど、くっそ、せっかく仕掛けられた罠当たらないなんてもったいない、そういう思いから、まあわざとじゃないんですけども当たってるというところもある。よし、まあ、わざとじゃなければかかってるんでしょうけども、スイッチをしたらどうなんだろう。とりあえずこ、ちょっと待ってね、こういうのって意外と難しい。これはよ、おお、あ、すごい矢印になる。待ってね、これさ、なんかありそう、そこ乗れるよね。どっちからも行けるけど、こっちから行ってみる。こっち、あ、まあこっちしか行けないか。この下なんもないよね。あ、すいません、ハマってしまいました、好奇心が抑えられなかった。さてここから素直に行きましょう。そしたら下の方に、下フェイクじゃないよね、いけるよね。よし、 OK。 さてガシガシ行こうか。ここは罠ありそうだね、これは。あ、たっぷりありそう、まあいいでしょう、堪能していこうか。よっ、でタンタン。あ、くそー、なるか、
一旦フェイントして、フェイント、そこで、あ、え、あ、うん、そこもフェイントしないといけないのか。そういうことか。こうグワッと、うわ、成功パターンいこうか。成功パターン、よ、よし。で、あ、そ、何重になってんのそれ。このちょっとした区間を越えるまでも大変じゃないの。よ、よし。で、ここなんか出そうだな。あ、出ない。これ大丈夫？大丈夫ね。乗るよ。これなんもないか。あ、なんもないね。ちょっと難しめなのはなんも、サイレントです。恐ろしい。そこ穴あるね。なので、グワッと、あ、もうちょっとか。グワッと、あれ、グワッと、え、グワッと、あれ、あれ、これではまんないってことは、え、待って待って待って、はまんないってことは、あ、素直に真ん中降りてけば開いてくれんのか。そうでもしないとちょっとトリガーが高い位置にあるんで、これ素直に、あ、なるほどね、了解、わかりました。ただでは通してくれないよね。まあ、とは言ってもね、こういうのは一回分かっちゃいば系なんで、一度突破したところは、まあ、スイスイいけるでしょう。これはだから、あれか、対空しろってことか。こういう、なるほどね。これもと、よし。で、これも淡々で、淡々、よし。なんもないでしょう、この辺りは。で、ここからなんだが、ここもちょっと難しめなんで、多分ないと思うんだよ。危なかった、今。あ、え、下のスペース、うわー、どうしよう。とりあえず適当なところに、こっち行ってみようか、こっち行ってみようか。え、もう全てが疑いたくなっちゃう。これ当たり判定はある。恐ろしきデスタワー、これが死の塔の正体ということか。いいだろ、かかってきなさい。ほ、よ、よし。そしたらこっちね。だけどなんかありそうな気すんだよね。そうは言ってもそんなに簡単に生かしては、これは、まあ難しい配置ですけど、とりあえず降りよう。あのねこれね、ボス前かなと思ってたんですけど、あそこの最後のセーブ、トラップと書かれてますね。引っかか、待てよ、さらに裏を読んでるって可能性はあるな。とりあえずこのレーザーかわしましょうか。なんで真ん中で、よ、あれ、あれ、そこでないと出てこないってことは、もうちょっと下か。あのですね、もしかしたらこれってさ、こっち開かない？そこさすがにっていうわけでは、まあいけなくはないと思うんですけど、あんまりスペースないから、これ多分さ、こっちに道あるでしょ。あ、ないわ。あ、しまった。ってことはあれを飛ばなきゃいけないんだ。あのレーザー間のさ、スペースがあんまないから、難しいんじゃないかと思ったけど、ちゃんと飛ばなきゃダメなのよ。よっ、あ、いけたいけたいけた、いけたよ。よし、そしたら、ここを、ほ、よし。で、これトラップなんですよ。トラップ。だけど、押しましょうか。これ、押しますよ。ほい。分かっていたさ。今回見抜いていたけども、食らったのよ。これセーブされてるとか、あ、ないか。やっぱり、そこセーブだったらもう明らかにボス前だなとは思ったんだけど、セーブじゃないんだったら、まだまだ先はあるね。あるね。でも、ここ中間セーブ。ありますんで、そこまで行こうか。これ、うわ、なんかパズルゲームみたいな配置だね。よっ、危な。で、上に上がっていくと、そんなに見た目以上の難しさはなさそうか。危な、凝れてるね。いい感じよ。ここちょっと難しいか。ほ、よし、凝れてる。これ、ああ、やらしいぞこれ。待ってね。危な、あ、淡々の方がいいこれ。あ、しまった、淡々できやがった。くっそ、ここでも優しいね。中間にセーブがあるってのは、このノーマルモードにおいてもセーブをいただけるなんて、そんな慈悲があるのかしら。よし、淡々でいこうか。淡々で、淡々、よし、そうそう、それそれ、淡々、よし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 。で、意外と遠いねセーブ意外と遠いじゃないの。これさ、そのリンゴ上がってくるよね、多分上がってきそうなんだよね、すごく。うっし、あー、ま、なんとなくなんかいい感じだったけど、まさかそこに針が出るとは思わなかった。淡々でいこうか。淡々、はいはい、淡々、よし。さて、ここなんですけど、そしたらやっぱり今みたいなジャンプか。
ジャンプしてジャンプしてこんな感じ。よし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 、最後そこ突破できればこれ多分いけると思います。ほよし、オッケーよ、オッケーオッケーオッケー、これだぞ。ありがとう中間セーブ。さあ行こうか。意外とサクサクいけてんじゃないのこれ。待って待って待って、くっそ早。このデスタワーにもボスはいるのかしら。まあ、いるとしたらなんかあの死神みたいなボスがいそうですよね。よっ、そしてあむっそそうですか。あ、待って、すごい処理落ちてる。すごかったな今。そしてあそこに罠があるってことは、あるってことはここまで行けってことか。よしよし、もう何もない、大丈夫、行くよ。ほっ、うわっ、そんな、ここかなりギリギリですね。よっ、あ、まあそうでもないか、意外とそうでもない。でここはグワッとジャンプで、あー、この方が安定する。そしてよっ、よし、オッケー。さて、まだマップは続くね。どうしようかな。よし、そうしましたらこのマップを越えたら今回は終了したいと思います。そうしましょう。では全力で攻略していくぜ。でもってこのマップなんかすごくギミックが多そうですね。これは何、反転するの。よっ、これは上の木とかにバトンタッチした。あ、これでバトンタッチして、あ、行くということか。ってことは、まあ、あの2つの時間軸を行き来する、まあ、そんな作品じゃないわマップなんでしょうね。このスイッチを押すと下に干渉する。あ、なるほどね、面白いね。だけど、まあ、まあギミックはギミックですが、難しさで言ったら配置はそんなに厳しくないんで割とすんなりいけちゃう気がするんだよね。で、危な、このリングはどうするの、撃てばいいのかな。ちょっと撃ってみますね。よっ、あ、で、おお、ついには、そうか、リンゴがもう一つの時間軸に干渉するというそんな演出まで盛り込まれている。いいね。で、あ、今度あっちのチェンジか。上にはチェンジが2つあって下は1つしかないんで、これは、まあ、罠はないって感じか。で結果これどっち、下のキッド君が本体っていう感じかな。なんでゴールさせればいいんだね。よっ、なんか罠出てきそうだな、 この辺りから。よっ、おっかな、大丈夫、よし、オッケー。待って、これダメじゃない、ダメじゃない、あ、違う、そこで取っちゃダメなんだ。あー、そういうことか。上のキッド君は左側でチェンジしないといけなかったんだ。あー、よくできてるね。まあ、でもね、多分それぐらいなもんだと思うんですよね、初見殺し的なものは。あとは初見殺し的なものはなさそうな感じはする。ここでチェンジすればいいんだね。そうしないと塞がれちゃうんで、これで大丈夫でしょう。よいしょ、お、危なかったね今も。またよ、よし、これで待てよ、ここでキッド君をどこに置いておくかって結構大事じゃない。下、まあどっちかですよ、下に置いとくか遠目に置いとくか。下だともしかしたらこいつがあの引っ込むのが、あ、ってか下ってか置いとけないか。あのこれもう絶対に次こそ罠にはかからんぞという強い思いが先行してしまって、あのどこにキッド君を置いておくかなんて考えを巡らせてましたけども、これそもそもそうか、あの下のキッド君もそのチェンジに触れないとバトンできないんだもんね。どうしてもここに来なきゃいけないということか。そうですね、失礼しました。では行こうか。でそれ触れて、そしたら開く。あ、また、くっそういうところか。あの最後のトラップは本当にびっくりでしたが、まあ次はかからないって感じでいきましょうか。もうこれであとはもう罠ないよね。もうあとないと思うんだよね、これ以上。よっ、よし、危な。そして戻ってって、ほっ、よし。であそこのスイッチを押したら上からハリちゃんがこんにちはするから一気に逃げていくんだが、よっ、なんかトラップない、大丈夫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 ね。よし、あとは、なんかありそうだな、でも怖いな。ほっ、普通に行けばいいだけ。よし、セーブちょうだいよ。きたー、オッケー。まだまだ続きそうですね。そしてこれもまたあの上下
ダブル時間軸のマップでしょう。うん、そうですね。またなんかあの罠がちょっとついてくるようなパズル的な感じで、まあ、攻略していくんでしょうけども、まあ、次回のパートでもバシッと進めていきたいと思いますですね。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。